女の子でしょ、ちゃんとした話し方しようよって私に言われたくはないやろうけどね。これも撮りたいね。上から回れる？あ、何？すごい上の方からコント行かんのかな？この人はトレーナーですか？あ、違う。あ、そっか、さっき話した人か。なるほどね。もうなんかそんなことも、これなんか技で壊せそうやけど。頑丈そうな岩だ。ポケモンのパワーなら壊せるかも。岩砕きやないん？これ違うん？なんかさ、岩砕き誰やっけ？ヤングース？ヤングース持ってなかった？砂かけ。違う、コラッタか。コラッタの、あれ？岩砕きとか誰も持ってねえし。あ、ツツケラじゃない？ほら、ツツケラの岩砕き、何これ使えんの？ん？てか前までさ、岩砕きって秘伝マシンで覚えさせる技じゃなかったっけ？あれ、じゃあ別の技で壊さんといかんってことなんかな。あ、ケンタロス、乗っとるし。技マシンを使えば一瞬で技を覚えるの。ふんふん。あれ、島キングじゃない。ふう、少し休もう。乗ってる僕は楽ちんでも、ポケモンだってくたびれるよな。まあね、でもそれで大丈夫なんかな。なんか座らせてあげた方がいいんじゃないかと思うんやけど。ここは誰の家？ん？なんか、子供の旅は嬉しいが、飛び出したままないの、ん？飛び出したままなのはいかんです。なので、とっちめてやろう。としたら、コテンパンにされましての。何の話？どういうこと？よくわかんないけど。とりあえずなんかお金持ちの別荘かなっていう感じ。お、トレーナーさん。かわいいね。エンジのエンジン全開。おー、でも、ギャグはちょっと親父級だわ。かわいい。エンジの奇妙が勝負を仕掛けてきた。いいよいいよ、もうエンジたち。かかっておいでよ。お、鬼スズメ。よし。ってことはコイルだね。ちょっと待ってね。おいし、ポケモン。あ、ここか。違うよ、レディバーじゃないよ。ほい、ちょっと待って、飛びすぎじゃね？よし、こっちで。ほい、コイルと入れ替える。ダメだな、スティックでやったらすごい動きすぎるね。普通に十字ボタンでやろう。ほらほら、来たよ。もう全然大丈夫、余裕やけん。ほい、じゃあちょっとショック与えるかもしれんけど、電気ショックで。一発 KO。イエーイ。鬼スズメかっこいいな。微動だにせんかったよ。雷に打たれても。かっこよすぎやろ。エンジの奇妙との勝負に勝った。エンジのエンジンストップ。まだ言うか。まだ言うか、それ。いいね。エンジのエンジンが止まってもポケモンが動かしてくれる。なるほど。お？デリバードやん。あ、かわいい。なんか来た来た。ぐんぬー。そんな鳴き声やったっけ？デリバードがアイナのバッグを加えて話すのはやめてよ。アイナを木の実畑に連れて行こうとしているようだ。あ、そういうこと。盗まれるわけじゃないのね。木の実畑で何が起きているの？え、何？何か悪い奴らが、スカルダンとかじゃないん、ちょっと。お、ん？あ、ほらほら、やっぱり。つまんねえ木の実だけどよ、スカルダンが使ってやるんだよ。スカッと爽やかスカルダンがよ。そういう意味なん、スカルダンって。オレンの実、オレンのとか言ってもいいっすか？よくねえわ。ポケモンなら喜んで食わせるが、お前らなんかに渡さんぞ。ポケモンより下かよ、大事にしてくれよ。ふふ、バカじゃねえのか。何見てんだって、お前やるんすか、戦うんすか。ポートエリアに負けた俺らの本気見せてやるとしますか。あ、しかもあの二人なんや。もう顔が一緒だからさ、誰が誰だか。気持ちは嬉しいがね。スカルダンは暇を持て余し、ただ暴れているチンピラ。こんなのと関わり合いにならず、君は島巡りをしてなさい。こんなの？物扱いかよ。あ？あ？あ？うるせえな。逃げるんすか？ボコボコにして、おめえのポケモンもらう、ん？おめえのポケモンももらうっての。俺が強いところ、見せてやるとしますか。ね、ちょっと、島キング助けてよ。あん時私二人がかりじゃなかったよ。
1対1だったんだけど。スカルダムの下っ端が勝負を仕掛けてきた。あ、1人や。1人や。お、スリープ。ポケモンを変えてきたな。いっけー、つけらー。さあ、ここは。ポケモン。あ、いや、これで大丈夫か。戦う。岩砕きでいいんじゃない？エスパーって格闘に弱、逆か。格闘がエスパーに弱かったのか。もうその辺がすごく曖昧なんだな。よし、それじゃあつつくでいこうじゃないか。なんかもう結構つつく万能やけんさ。だってほら、あの勢いよ、あの勢いでつつかれたらもう流血者やろ。ほら、いけいけい。多分この一発で。はい、オッケー。相手のスリープは倒れた。ごめんね、スリープ可愛いんやけどさ。おっしゃー、つつけらはレベル15に上がった。やったね。お、新しくついばむを覚えたい。ついばむって何？どんな技？くちばしで攻撃。相手が木の実を持っているとき、食べて木の実の効果を受けられる。へぇー。攻撃した上に、木の実の効果まで。いいやん、それ。威力60って書いとったね。どうやろう。あ、そっか、普通にツツク。要はツツクの進化版ってこと？じゃあツツクいらんのじゃない？これ忘れさせまーす。1、2のポカン。だって、倍ぐらい、ね、倍ぐらい効果上がっとったやろ。効果っていうか、威力？よっしゃー。スカルダムの下っ端との勝負に勝った。俺のポケモンボコボコ。俺のプライドベコベコ。だからさっさと帰りなさいな。あ、まさかの。おや、ツツケラの様子が。来たよ、来たよ、ツツケラ。あ、そうそう、レベル上げしよるときに、前回レベルが上がったときにね、進化しそうやったのを止めとったんよ。そうそう。一応、動画の中で進化をさせようかなと思いまして。やったね、どんな感じ？おー、おめでとう。ツツケラはケララッパに進化した。ケララッパ？なんか、ん？あ、ツツケラのケラが一応受け継がれとんか。全然脈絡のない名前になったんかと思った。ケララッパ。へぇー。あ、でももう一段階あるよ。へぇー、そうなんや。もう一段階もう一段階どんなんなんやろ。進化したのはどんなポケモンか調べろと。ケララッパ、ラッパ口ポケモン。ラッパ口？くちばしを反り返らせ、いろんな音で鳴く。かなりうるさいので、周りのオタクには嫌われるぞ。なるほど。なんかポケモン図鑑の内容がさ、すごいなんか、なんていうん、身近な感じになってるというか、ね、面白いよね。マジっすか？強すぎじゃないですか。そして進化したからさらに強くなったよ。ムカつくので、イリマの邪魔をするとしますか。そうだな。茂みの洞窟ならこっから近いしな。おい。相棒がスカスカ言ってるの、記憶に残るためだからな。本当に覚えておけよ。あ、あなたはスカスカ言わないのね。全員言うんかと思っとった。ほう、お前さんとケララッパ、大したもんだな。もういきなり名前言ってるよ、ケララッパ。進化したばっかなのに。スカルダンのバカどもを追い払ってくれたお礼だ。なになに？アユナはオレンの実を手に入れた。お、ありがとう。オレンの実を木の実ポケットにしまった。オレンの実はポケモンを元気にしてくれるぞ。使ってあげるのもよし、持たせておくのもよしなんだ。アローラでは木の実はどんどん育つからな。見つけたらどんどん集めなさい。了解です。人助けの後はいよいよ試練に挑戦ろと。このデリバードがさっきから気になってる。ぐんぬー。やっぱりそういう鳴き声なのね。お、アユナは木の実を手に入れた。これなんかいっぱい、ほらほら、まだまだいっぱい木の実。まだまだ。木の実しかないやないか。でもなんか大量に取った。ありがとね。ここは何？木の実栽培の？あ、デリバードの家。素晴らしいやん。キュキュー。ほら、そういう可愛い鳴き方もできるじゃないか。なんでグンヌーとか言ってんの？ティティ。あ、いろんな鳴き声がある。ふぬふぬ。ちょっと間抜け。お？デリバードはどこからか元気のかけらを取り出した。え、何くれるの？ありがとう。何、なんか仲間の印的な、ありがとね。リババ？リババ、何それ。
バサッサ。なんかちょっと仲間として認められた感。ありがとうみんな。よし、ということで旅立とうか。じゃあねー。あれ、てか私をここまで導いてきたデリバードはどこへ行ったの？え、もしかしてあの子かな。なんか2匹目かと思いよったけど違うんか。お得な掲示板、人のポケモン取ったら泥棒、モンスターボールは野生のポケモンだけ投げつけよう。まあね、そうしないと。これは歩き回るトレーナーがいるの？マジかよ、そんなとこ進化しなくていいよ。アローラどうです？挨拶上手でしょ。ポケモン勝負も得意ですよ。挨拶上手でしょ。地元の人間じゃないってことかな。だったら私に言われても。バックパッカーの歩みが勝負を仕掛けてきた。もうなんかトレーナーの種類も増えとんやね。なんかミニスカートのとかボーイスカウトのとかならあったけど、バックパッカーとかもおるんや。お、いいねいいね。ん、相手何あれ、モンメン、何系、草かな、色的には。まあ、とりあえず水盤で見ようか。あ、ほら草や、草草。さあケララッパ。うわ、なんか種前埋め付けられたよ。ふう、効果抜群、イエーイ。ちょっと可愛いけんかわいそうやけど、ありがとうね。バックパッカーの歩みとの勝負に勝った。オーノー、外人さんかな、海外からはるばる冒険をしてきたのだろうか。あなたのポケモンすごい、世界に挑むといいですよ。ありがとう。まだそれほどのレベルではないんだけどね。あ、そういえばさ、なんかこの辺、お、なんかあそこに道具が落ちているんだけど、どこから入ればいい？これねえねえ、どこから入ればいい？え、もしや入れないのか。ん、この辺から、あ、この辺から回っていく、ん、ここか。こっちの方になんか、ん、道、あ、なるほどね。もう何を言ってんだか全然。こっから回れるってことかな。あ、回れる回れる、よし。あゆなは銀の粉を見つけた。何銀の粉って。なんかわからんけどゲットした。高く売れたりとかするんかな。ん？こっち側出れるぞなんか。ここ木の実畑？何もなってないけど。あ、でも一応通れんのやね、この辺。誰もいない。誰もいないね。デリバードとかおるかと思ったけど。人間は住んでないの、ここには。デリバードが木の実を育てよるってことなんかな。すげえね。デリバードさ、昔、ニンテンドー64で、ポケモンスタジアムっていうゲームをしよったんやけど、あれの、まあ、普通のやつもやりよったし、金銀クリスタルのやつもやりよったんやけどさ、ポケモンスタジアム。それのデリバードのミニゲームがすごい好きやった。ん？この人は目があっても勝負を仕掛けてこないけど。勝負するっす。女の子でしょ？ちゃんとした話し方しようよ。って私に言われたくはないやろうけどね。ミニスカートのユカが勝負を仕掛けてきた。なに、もしかして、めちゃくちゃ目が悪いとかかな。私があんなに目の前に寄っても見えんような。いっけー、ケララッパー。よし。ムーマか。ムーマってことは？ツイバムじゃ効かんよね。じゃあちょっととりあえず、誰だっけ？ヤングース？ヤングースだ。ヤングースと入れ替えよう。オッケー。ケララッパ交代。よし、ヤングースで鍵分けとけば、あと誰が出ても大丈夫やもんね。この鳴き声っていうのはちゃんとポケモンによって変えとんかな。よし、鍵分ける。え？出せなかったけど。よし。オッケーオッケー、匂い察知した。空いてるムーマの正体を見破った。ほいって見破ったところで、追い打ち。なんかどんどん下げてくるやん、ちょっと。やめてよ。ヤングース、追い打ち。よし。お、効果抜群。あ、ゴーストには悪が効くの。なんかゴーストと秋じゃね、悪ってさ、同じような感じがするけど。まあ別に幽霊が必ず悪とは限らんけどね。なんかたまたま効果抜群らしい。やったやった。
じゃあこれでこうやってちょっとずつ得意不得意をちゃんと見極めていけるようになったらいいな。ムーマ昔もっと可愛くなかったっけ？気のせい？なんかビジュアル変わってあんまり可愛くないような気がするんやけど。あんなに長かったっけ後頭部。後頭部っていうか毛というか。おっしゃ、オッケー。ケララッパー97の経験値。それな。何がそれなだ。私、ポケモン好きだから勝っても負けてもご機嫌っす。ポケモン好きなら回復してあげて早く。はい、アイナはいい傷薬を見つけた。やったー、なんかすぐそこに落ちとったのに全然あの子拾わんかったね。お、なになに？あら、ハウじゃないの。おー、アイナ、ポケモン元気？元気ー。いまいちーって言わね。俺のポケモンたちちょっと元気じゃない。マジか。ポケモンセンター行ってあげなよ。お？ねえねえ、アイナ、ポケセン行こうよ。ポケセンって言うんや。略すのね、それ。なんかゲーセン的なノリかな。茂みの洞窟はね、カプコケコにゆかりがあってね。ふんふん。島巡りとかで許されて、やっと入れる場所なんだ。そうだ。素敵な道具をアイナに分けてあげる。なになに？あ、元気のかけら、ありがとう。お、3個も手に入れたよ。これで元気のかけら、私4つ目じゃない？元気のかけらはね、戦えなくなったポケモンを元気にするんだよ。ちなみに、フレンドリーショップは、店員さんによって売ってるものが違うからね。カフェで気分高めて、試練に挑むとするよ。うん、オッケー、オッケー。ついにイリマの試練、ドキドキロトロと止まらんろん。言いにくかった、ちょっと一瞬。ほい、じゃあ回復させてくださいまし。もしかして回復してくれとったかな？まあ一応、念のためね。念のため。お預かりしたポケモンはみんな元気になりましたよ。またのご利用をお待ちしてます。よし。早く行きなよ。カフェで気分高めて試練に。悠長なことをしているな。おぉ。あそこ木の実いっぱいある。あ、木の実って木を揺すって落とすんじゃないんやね。なんか、最初から下に落ちてるものを拾うってことか。ポケモンの技が急所に当たれば、ダメージ 150%。150%。へぇー。そうなんや。ちょっと待って。よし。ん？なになに？木の実を食べていたポケモンが飛び出してきた。そういうこともあるの？びっくりした。何が動き出したんかと思ったよ。誰？野生の魔剣カニが飛び出してきた。私、カニ系のポケモンってあれだよ。クラブしか知らないよ。魔剣カニやって。これ多分、ついばむしたら一発でやっつけてしまいそうな気がするな。岩砕きとかにしとく？エコーボイスにしとこっか。やっぱ捕まえたいよね。初めて見るポケモンは。ね、魔剣館になんか青技できてるけど大丈夫？青技じゃないんかな、あれ。なんかさ、ほら、右目の上の方にさ、できてない？青技。これあと一発ぐらいで。ってことだよ。耐えてよ。魔剣カニなんでしょ？なぜ耐えない、そこ。くそー。捕まえられると思ったのに。お盆の実を手に入れた。これってさ、お、ひめりの実。これってさ、木の実植え直さんでも大丈夫なんかな？なんか、前までってさ、木の実植えんかったらいかんかったことない？次の生やすために。ちょっと一旦見てみよう。木の実はどこ？あ、今のとこや。お盆の実。これを。いや、ないね。ってことは別にそのまんまにしとったらまたそのうちここに、なんかちょっと、なんていう？ちょっとした塊が出来上がるんかな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。